皆さんこんにちは。ハイキーイラストレーターのアリです。今日も楽しんで描くハイキーイラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はですね、画像から簡単にパースを見つける方法をやっていきたいと思います。なかなかですね、こう画像を元にですね、パースを引いていくっていうのはなかなか難しいとか、慣れが必要な部分があったりするんですが、それをですね、なんとこうかなり簡単にやってくれる方法がありますので、今回それを紹介していこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、画像から簡単にパースを見つける方法なんですが、前の動画でですね、パースの練習でですね、画像から、アイレベルとかですね、消失点を見つけると勉強になるよっていう話も以前してたんですが、今回は画像からですね、こう線を引っ張って見つけるではなく、機能を使ってですね、簡単にパースを見つける方法がアップデートで追加されましたので、それを紹介していこうかなと思います。その方法はですね、今回はAdobe Fresco になります。Adobe Fresco のですね、紙機能ですね。遠近グリッドを制作することで、一瞬ですね、パースが引ける機能が搭載されました。これ Adobe 先生っていうですね、AI のプログラムが自動的にパースラインここだよっていうのを割り出してくれる機能となっております。大体ね、もうバッチリ、大体バッチリっておかしいですけど、大体合う感じでですね、パースのラインを引き出してくれますので、このイラスト、この写真、パースどこか分かりづらいなっていう時に、そういう機能を使うとですね、あ、ここでこういうパースなんだとか、このパースかっこいいからこのパースを利用して自分のイラストを描きたいなっていう場合とかも、その画像一回使って、遠近のパースをですね、パッと引いてもらって、それを元に自分のイラストに変えるとかですね、そんな感じで、いろいろ使い方があるかなと思います。ここに載ってる方法ですね。写真のパースを使ってアングルの練習をしたり、イラストへの追加もですね、例えばこういうイラストを以前描いてたと、左側のようなイラストですね。ただこれちょっと寂しいんで、もうちょっとビル群とか追加したいなとかいう場合は、これをもう一回読み込んで、まあ、パースの方を当ててもいいんですが、もう一回ポチってやったらね、パースが引けますので、そのパースラインを使ってこんな感じで増殖させていって、さらに面白いイラストにしたいとかですね、そういうイラストのやり方ができるかと思います。かなりですね、いろんな使い方ができて非常に便利な機能となっておりますので、今回ね、ぜひ覚えてもらえればと思います。はい、それでは実際のやり方を説明していくんですが、かなり簡単になっております。ガイドとグリッドからですね、このボタンですね、 Adobe Fresco の右側の上から3番目ですね、このガイドとグリッドからですね、遠近グリッドを作成というものがあります。これでですね、2点通しとか1点通しのグリッドを作って、そのグリッドにスナップして絵を描くことができるっていうのを以前ですね、動画で紹介しているんですが、今回そこにですね、ボタンを押すだけでグリッドを追加する方法がアップデートで来てましたので、その機能がすごいんですね。まあ、実際やってみましょう。どういう感じになるのか。まず、レイヤーに画像を追加しておきます。この、今ここに載ってるこの画像ですね。この画像を追加しております。じゃあこれに実際遠近グリッドをね、使っていきます。でやり方は、遠近グリッド作成のレイヤー、このレイヤーを対象にしてねってことですね。レイヤーを押してあげます。すると、こんな感じ。もうできました。こことここに消失点があって、今回のアイレベルはですね、ちょっと斜めになってます。なんでかっていうと、カメラを傾けたからですね。でなんでそれがわかるのかっていうと、ここにですね、ここがテーブルの角なんですね。これテーブルのライン。テーブルがこうなってるんで、まあ、テーブルが基本、アイレベルと水平になってるはずなので、ちょっとね、斜めになってるっていうのがわかります。まあ、そもそもこの iPad 自体がですね、三角形に置いているので、まあ、これがまっすぐ見えてるってことは、ちょっとアイレベルをね、斜めにしてる状態なんですが、それもちゃんと感知してくれるんですね。斜めのパースでもしっかり作ってくれると。これすごいなと思いました。普通のね、四角形だったらわかるんですけど、斜めにしたのもね、一発でわかっちゃうんですよ。で、こんな感じで作ってくれたので、あとはこのグリッド、まあ、実際に合ってるかっていうのをちょっと見ていきましょう。元の絵をちょっと薄くしてあげて、で、レイヤーをね、追加して、ちょっとね、描いていきます。ちなみにスナップしたい場合はですね、この、描画、ここですね、ガイドの、このグリッド軸へのスナップの描画をクリック、ここをチェック入れてあげるとですね、こういう感じでスナップしていきますので、それを使って実際に描いていきます。で、描いていくと、まあ、基本的に車はね、箱でこうやって調整できますので、まあ、箱にして今回描いておきますね。まあ、こんな感じだよと。で、ここもこういう感じになっているよと。で、こんな感じで、
車のパーツは取れて、この後ろもですね、この後ろの板、まあ、これ、旧 iPad なんですが、この iPad も取れて、でここのテーブルもちょっと斜めになってますけどね、テーブルもこんな感じのラインが取れるというような感じで、ほぼほぼ合ってるパーツをですね、取ることができました。こんな感じになっております。まあ、実際もうちょっと書き込んだのがこんな感じですね。で、これにですね、この機能も本当に便利なんですけど、いろいろ写真とかでもね、バッチリ読んでくれます。まあ、ちょっとおかしい時があるので、やはりそこはね、AI なんでちょっとずれてるところもあるんですが、その時はまあちょっと、こうやってね、自分の手で直してあげてください。さっきのですね、この遠近ガイドっていうのを、ここですね。これをこう動かしてあげると、こう動きますので、まあそれで調整することができます。で、このできたパースですね。できたパースを自分なりにアレンジとかいうのも可能になります。例えば、ここに今書いたところにですね。例えば、ここにこう建物じゃなくて、こういうね、電信柱みたいなの建てたいなとか、まあ、ガレージでもいいか。ガレージの入り口とかね、こういう感じにここに入れたいなとか、いうときは、こういう感じで、後からね、追加して、一回書いた後にもう一回パース取るのは大変なんですけど、一回書いた後にこの機能を使ってパースを取って、それにこういう追加ですね。ちょっとしたガレージとか、今回ガレージですけど、そういうのを追加してあげることで、かなり有用に使えるかなと思いますので、ぜひですね、こういうやり方もしてみてください。これは柵を追加してますね。とこんな感じでですね、かなりもう一発、もう見て分かったと思いますが、一発です。ガイドとグリッドの遠近グリッドの作成からですね、画像を選んで、そのレイヤーを作っておくとですね、それに一発でパッとなりますので、まあ、ほぼほぼ合ってる。まあ、80% から 90% ぐらいは、いい感じのパース取ってくれると思いますので、まあ、これを使ってですね、自分なりに先ほど言ったように、このイラストのパース、この写真のパースとか、このイラストのパースかっこいいなと思ったら、そのパースも参考にしてみるとかですね。その昔書いたイラストのパースをもう一回呼び出して、新しく加筆してみるとかですね。そういうやり方で、いろいろ使えるんじゃないでしょうか。かなりですね、神機能だと思いますので、皆さんぜひ使ってみてください。他にもですね、いろいろ撮ってみました。これはもともとイラストにしてたやつなんですが、これタワーみたいなやつですね。これもグリッドを取ってあげると、まあ、そのグリッドでこう上から書いたんですけど、まあ、バッチリね、3点通しも、要は取れるってことですね。3点通しも取ってくれたし、この2点通しを下から見上げた図ですね。この下から見上げた図もバッチリ取ってくれました。まあ、この辺はかなり精度が高かったですね。なので単純な形になってくればなってくるほど精度は高くなってくるのかなと思いますので、いろんな使い方してみてもらえればと思います。もう気に入ったアングルのパースを作ってですね、こう勝手に作り出してくれるので、作って、まあ、勉強ができるっていうのが一番この機能の優れたところだと思いますので、なかなかこのパースわかんないなとか、自分からこうパースを探すの難しいなって人はですね、ぜひこの Adobe Fresco の紙機能を使ってですね、パースを割り出していろんなイラストに役立ててみてください。自分でですね、こうパースを見つける方法とかも紹介していますので、概要欄の方にもね、そういう動画載せておりますので、ぜひそちらの方も気になった方は見てください。今回の動画が良かったよ、参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のボタンを押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS やっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラスト販売等もしておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。メンバーシップも募集しておりますので、下のメンバーシップのボタンを押して内容を見ていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ハイキーイラストレーターのアリでした。さようなら。